こんにちは、辻岡です。さあ、ギラティナのねレベルアップバトル、ステージレベル50まで来ました。50から実はだいぶ前にねバグがあって、51から59、60までかなが全部節目に変わってる。全部100の節目が手前に来て、その通常ステージが、節目ステージになってしまうみたいなバグがだいぶ前に、確か導入当初にあったと思うんですが、それがすぐ修正されてね、僕なんかは多分51から、60までの節目っていうやつは味わったことないんですが、今回またそのバグが残ったまんま、コピペ再開催みたいな感じで、修正版じゃない方が再開催されてるみたいです。ということで、ちょっとまずは50をやってみましょう。50はバリア系だよね。行ってみましょう。シェイミがいるんで弾き出すを入れてみました。まずはバリアをちょっとなんとかした方がいいかもね。ちょっとまずは弾き出しつつ、バリア弾きでしっかりとバリアがいつ来ても大丈夫なようにしておきましょう。なるほど。メガ進化して弾きながらバリアを消す。大丈夫そうですね。弾き出す強いですね、やっぱ。でもしね、大変なことになっても最後ヨノワール、スキルレベル5のヨノワールがいるので、まあ多分大丈夫かなという感じで、50は難なくクリアすることができました。さあ、こっからだよ。問題は100だからね、次次100のステージが10回ぐらい続くから。はい、メガスキルアップゲットで、100が通常ステージになってるのかな。これ無理やり突破して、その100に行くまでに修正されて100がまた節目だったら一番最悪パターンですよね。さあ、ちょっとやってみましょう。バリアでよかったかな。きたー音楽51の音楽じゃねえぞこれ。さてと、弾いて、あー結構硬いな、やっぱりちょっと甘かったかな。バリア系はすぐに弾いて、眠りはしないか。よし、こうして、ブロックにも変えてきましたね。ブロックはもう素直にこうして、まずはメガ進化することが重要。さあ、あとは弾きでなんとかダメージを与えつつ、まあブロックやだな。最後にね、4マッチ以上のヨノワールを揃えるっていうのがパターン。まだ焦る時間ではないな。いや、そろそろ焦る時間かこれ。うっうわっ、なんだこれ、闇討ちが今仕事したね。弾き出す。さあ、ここからだけど、うわ、バリア来た。一旦バリアをきれいにして、いやー4マッチがねえな、これは困った。これ次お邪魔来るよね。あー、やめてくれ。よし、どうだ、残り1。下来ないで。あー、やられたやられた。これはちょっとやらかしましたね。4マッチ作ってたんだけどな。なかなか大変だね、本当に。ミミッキュもありだよな。ミミッキュで怖がらせの最後の力とかすげえ強いんじゃね。あ、そういや、そんなのあった気がする。
よし、ちょっとじゃあこれでやってみましょうか。51メガ進化枠が決まんないな、ほんと。ちょいちょいちょい。いや、やべえ。4マッチがないんだもんだって、怖がりの。もうひどいよ。なんだよ、これ。やる気なくなっちゃった。いや、ひどいなぁ。怖がりは後で聞かさなきゃいけないんだけど、その前にお邪魔が激しすぎる。あ、素早くメガ進化できる。色違いリザードン悪くないね。2箇所消しだもんね。これちょっとやるか。ブロックがあんのがしんどいよね。もう50、もう進めないよ、ほんと。ここら辺もういいんじゃない？怖がらせて。来たか。よし。来た、来るな。よし。ドン。これで7300。ちょっと待って。うわ、終わってる。いけ。あー、うっそ。もう。ここで。あー、うそ。なんで怖がんねえの。そこ、こ、怖がってよ。これむずいね、これ。全然クリアできねえや。ひどいなぁ。ちょっとまたダメだ、これ。ひどすぎる。本当に勝てないよ。どうやったら勝てる？他に。ギョノワール。よく考えろ。今6。まだあと1回来るんだよな。相当な率で、今。ヨノワールが揃ってる状態。これちょっと崩したくないな。いけ。さあさあさあ。待って、次来るよね。頼む。うわ、もうもうなんだよ、これ。すいません、諦めます。いや、恐ろしすぎる。これちょっと何度も挑戦するのはちょっと無理だね。で、60までこの難易度が続くみたいなんで、これはやんない方がいいと思います。無理していったところで、そうだな、手数プラス5を使っても、これ最後にね、ダメージを与えなきゃいけないんで、手数プラス5がそんなにね、意味をなしてないんですよね。で、お邪魔ガードをしても、最後にね、怖がらせると最後の力を発動させないといけないので、その時にお邪魔で妨害されたらまたダメという感じで、結構アイテム積んでもね、難しいステージなんじゃないかなということで、僕はこれ修正するまでやらないかな。やらないで他やった方がいいような気がする。これ最新部まで行ったって大したことないしね。ということで、ひどい状態になってるよという情報でした。他にいいパーティーあるかな。でも怖がらせる最後の力ぐらいしかないよね。弾き出す2人も全然良くなかったし。
はい、こんな感じですので、まあ、とりあえずステージレベル50まで行って放置しておくのがベストなんじゃないでしょうか。皆さんはどうしますか？よかったらコメントで教えてください。それじゃあ土の子でした。